先生おはようございます。おはよう。今日何してんすか。いや今さ、はい、ちょうど花見の時期で、はい、バーベキューやりたいけども、はいはい、コロナでダメじゃん。ダメですもんね、はい、だからちょっとねここでさ、はい、ここでできるバーベキューのちっちゃいコンロ作ろうかなと思ってさ。ああ。それみんなも自分の玄関先でできるぐらいの、はいはい、ああそうですね。これをコンロにしようと思って。えこれを切って、はい、バーベキューコンロにして炭を入れて、あしたらもう小さ、なんならキッチンでも焼き肉できる。ああそうですね。でちょっと手伝って。ああわかりました。でこれをまず半分にカットするから。わ、はい、かりました。はい完成。でここに炭を入れて、はい、網を乗せればコンロの完成と。小さ。世界最小の世界最小のコンロ。ちょっと肉を小さくカットして、はい、鹿の角で作った包丁とその辺に落ちてた板をまな板にして切れるかな。ワイルドですね。あすごい鹿の角包丁切れるっていうか。あでも切れてます。あ切れてる切れてる。ほらほら、あれ切れる切れてますね。切れる、ちぎれるですよ。なんなら手でちぎってもいいんだけどね。かっこいいですね、その鹿の角ナイフ。かっこいいよね。これもちょっとね、マナルタに盗まれないように隠しとかね。クッキーの入っていた缶、これをコンロにして、はいはい、ちょうどいい。ちょうどいい。なんでみんなこれやんないんだ。ですか先生。おお。焼けてる。うわうまそう。全然出来上がってるじゃないですか。全然できるね。この子もいいね。そうですね。ちょっと行ってください。いやちょっと待って食べて先に。あこれなんですか。皿？皿。万能皿。ああ普通のより早いかもしれない。そうですね。うん、やばい、うまい、マジで。シンプルにバーベキューじゃないですか。だんだんとちっちゃくなってくるのコンロが。ああ、なるほど。で最終的にこんなコンロになる。だんだんちっちゃく。ありがとうございます。試食コーナーのあれみたいな。もう食えんの？まだ ある。いや、食えるよ。食べる？食べるよ。ちょっと美味しい。もうその肉美味しい。あれは出演料だからちょっと。どれ？うん？まだ焼いてる。今焼いてる。たっぷり感想。けど美味しい。残っちゃった。これは食えるわ。うん。いやまあ。いやそれは美味しい。それは美味しい。それはうまいわ。すげえ。まあ肉作ったわけじゃないから。どう？インパクト的には。ないです。缶コーヒーコンロも全然焼けますね。焼けてるね。ちょっとちっちゃくていいね。そうですね。大きすぎる。大きすぎますわ。これでちょうどいいんだわ。大人はちょうどいいわ。あ、ちょうどいい。何もかもちょうどいい。ほら北海道といえばジンギスカン。もうコンロ買う必要ないよね。みんな買うけど、はいはい、こっちの方がかっこいいですよ。かっこいい。ちょっとウィンナー開けるとこ違いますよ。違うの？こうじゃないの？こうじゃない。入っちゃったからいいわ。いいですね。いいわ、絵的にいいわ。それもいいですね、丸太のコンロも。いいね。寒い時ならそのまま薪になるよね。暖取れるよね。全部が燃料だな。みんなちょっとコロナ収まったら北海道に来たり。ジンギスカン。
Thank you.